があって、身は夕食に使ってもらおうかと思ったからアラを使わせてもらった。もち、目の周りや顎のあたりが美味しいよ。ご不満ならまた水着のお披露目会でもする？でしょ？出した甲斐があった。なんでちょうか。今手が離せないので誰かに持っていかせまちょう。わかりました。いえいえ、ありがとう。なんか癖になってるんだよね。まあ直す方向で善処しときます。じゃあ後でカップを取りに来ます。どうでちゅか、所長。困ったことでちゅか。あ、わかりました。今から向かい待ちので待っていてください。
所長、一体どうしたんですか？ですか、これは。わざわざこれを見せるためだけに呼んだのですか？どういう意味ですか？納得のいくような説明でお願いしまちゅ。ね、何をバカなことを言ってるんでちか。そんなことでいちいち呼ばないでください。それはどういう意味でちか。そんな親心分かりたくもありません。それに何が父さんなんでちゅか。それに育てられた覚えなんてありません。はあ、心配してきた私がバカでした。そんなことができるなら一人でも食べれまちね。昼食を作ってる人に感謝して残さず食べまちょうね。何か言いましたか所長。それなら私は仕事の準備がありまちゅので、これで失礼させていただきまちゅ。
ここってすっごく落ち着く秘密の場所なのだよ。だな、みんなには内緒ってことで。あふー、こういうところが大好きなのだ。ないなぁ。よいしょっと。うわぁ。なんか落ち着くんだよね。秘密の場所はまだ他にあるし、教えないから秘密なのです。じゃあね。どうした高弘、疲れた顔して。疲れてる時は無理しないで休んだ方がいいぞ。ご苦労様でした。おやすみなちゃいませ。見てわかんない？護衛護衛。寝るところを護衛しようと思ったのに、なかなか旦那来ないから、ついでに本庄時をやってたのよ。え、そうかな。私にはお構いなく。ちょっと待ってね。よし、できた。
さて、それじゃあ護衛するとしますか。さあ、旦那様、カモ。これが放置プレイってやつね。カズサちゃん、何をしてるんですか。あ、霧島さん、今ね、放置プレイ中。もう寝まっちゅよ。はーい。所長、取ったのじゃないでちゅ。何時だと思っているでちゅか。それはこっちのセリフでちゅ。こんな真夜中に延々と目覚ましを鳴らし続けてえらい迷惑でちゅ。なんでこんな時間に目覚ましなんてかけたでちゅか。思い出したでちゅか。上司だろうと部下だろうと、他人に迷惑かけて反省もないような人間には制裁を与